インターネットスラングはインターネットで使用される俗語であり、インターネット利用者を中心に通用する言語表現である。ネットスラング、ネット用語と呼ばれることもある。パソコン通信時代から使われ、発症が不明確な言葉も少なくない。本校では主にコンピュータネットワークのサービス上に見出されるものを例として示すが、必ずしもコンピュータなど情報処理技術や、 それらを基盤とする通信媒体に固有の制約に密接に関係するわけではない。また、インターネットスラングとされるものの中には、単にスラング全般のインターネットコミュニティ上での利用に、過ぎないものや何らかの娯楽作品などから引用されたものなども、あるが、本校では割愛する。インターネットスラングは、インターネットコミュニティで使用される特殊な言語表現と、 いうのが元来の定義である。米国などにおいては、リーとスピークのような類似する語もあり、同時多発的な文化的現象の一端と言える。チャットや電子掲示板、あるいは電子メールでユーザー間の交流から生まれた語ではあるが、日本では2000年頃からインターネット上の広告にも一部、含まれ、このような因語や俗語に敏感な層にアピールしようとする動きも参見された。 2010年代を過ぎると認知が進み、一部のインターネットセラングは、マスメディアや日常生活でも一般に用いられているようになった。同時に、ビジネスの場などのインターネット上以外での使用は、嫌をされる向きもある。インターネットセラングは、目で文章や文字を読むインターネットコミュニティの特性から、声に出して読むことはあまり想定されていないものが、ほとんどある。 このような背景から原則として文字言語の一種と解釈できるが中には公語として一般に浸透し音声言語としての地位も獲得しているインターネットスラングも存在するインターネットスラングとは言ってもその成立にインターネット普及以前のメディアが関連していたりまたはインターネット経由でルフされた別期限のスラングがインターネットスラングとされていることもあり 明確に定義されるものではない。また、近年では、ツイッターやインスタグラム、ティックトックなどのソーシャルネットワーキングサービスが、若年層を中心とした世代の実生活や、テレビなどのマスメディアと密接に関わるようになり、流行語や若者言葉との境界が不分明になっている背景もあって、インターネットスラングの定義は、ますます曖昧なものになっている。さらに、 SNS の発達により高速かつ大量に文字言語がやり取りされることで多くの人々からインターネットスラングとして認知される前に一過性のインターネットミームとして自然消滅してしまう語彙も増えている。以下に挙げる分類は説明のための便宜的なものである。仕様は慣習的なもので特に以下に示した分類を意識して使われているわけではない。また、 下記のいくつかの分類にまたがる語も存在する。これらはチャットや電子掲示板上での利用が主となるが、ゲームでもチャット機能を備えるものに利用が見られる。特にそのチャットでは、そのゲーム内のみで使用される略語やスラングが使用される場合がある。特にパソコン側にクライアントソフトウェアをインストールさせる、また課金制の有料サービスでは、 コミュニティの健全化や不快なユーザーの締め出しという意図もあって禁止用語がかなり多岐にわたる傾向が見られ、代替語や痴漢語など抜け穴を探すユーザーとのいたちごっこといった動きもある。また感情表現が文字媒体に制約されるインターネットコミュニティにあっては、親しみやすさや感情表現を求めてこういったスラングの利用を行う者もいて、 スラングからジャーゴン化したりする傾向もないではないが、比較的砕けた場の雰囲気を表現するために利用される。また、いわゆる Web2.0 などのインターネット上の特定の傾向や思想を示す造語の類は、提唱者のブログやニュースメディアであえて公言される例がある。ありがとうございます。